ってんじゃなくて、ちょっと1万5000円で、でも次はこのまま行きたい。で、明日いろいろ挑戦したい、2回は。特に夜台はガンガンに叩きして、夜は なかなか暑くなってきましたね。あら、こんなところになんかエキスパートドライバーの人がいますよ。ちょっと声かけてみましょうか。佐々木さん、はい、あれじゃないですか、今日は一人で来たみたいです、タイまで。いやちょっとね、うん、怖かったんですけど。怖かった？なんとか、ちょっと助けもあって。よかったね、来れましたね、なんとか。よかった、すごい。今何歳だ？今14歳です。来ましたか、14歳で一人でタイまで来ちゃったの。これは放り出されたのか教育なのか分かんないけど。でもね、一人でこれですごいと思います。なかなかいい勉強で、まあね、走りの方も期待しちゃっていいかな。ちょっとどのくらいこのくらい、このくらいね。分かった、分かった。頑張ってね。ありがとうございます。あれですよ、北陸のなんだろう、インターナショナルドライバーがこんなところにねいるんで、ちょっと僕英語喋れないけど、なんか富山弁が堪能らしいんで、ちょっとね声かけてみたいと思います。あらら。あら、中津さん、これはミニですね。はい、ミニですね。まあ、中津さんといえばミニですね。そうですね、はい、これのためだけに来てる。そうで、ついでに一応暇だから行くんですね。ツーリングもね、走らす感じで。もうおまけですか。なるほど、僕はこれをやらずして何になるか。ああ、そうですね。高橋さんはどうですか、はい、タイは暑くないですか。タイ、こんないい国ないんで。いい国ないんで。こんないい国ない。本当に。なんかあんま自慢になるから言いたくないけど、本当にいい。いい国ですね。一つもう感じてるのが、PITC を中心に1年間考えようかなって。あ、なるほど。ね、ああ、それでいいかもしれないですね。それでいいよね。それでいいですね。でもね、そのぐらいの価値があるんで。あるある、あります。だから皆さん、そうしよう。そうしようあんまみんな来すぎちゃうとこう日本になっちゃうから来年あと追加10人ぐらい OK よ。じゃあこれ高橋さんにこう一回通して。そうあと何枠ありますか。そう、ね、そうしましょう。そうですね。いやでもこれ毎年行きたくなりますね。行きたくなるね。まあラジコンはほどほどに、ほどほどやりましょう。全然。そしてここにね、僕のねライバルがいるんですよ。マジっすか。なんか、モディファイドクラスに出てるそうですよ。久しぶりですね。あらららら。金曜日でも、去年とは来てなかった。あ、来てはいますね。あ、来てはいます。PITC はね、うん、まあ、今年でずっとで十何回やってるんですけど、うん、1回だけ来れなかったんですけど、うん、ほぼほぼ。ただ、選手として参加するのは、ね、モディファイなんかも、10年ぶりぐらい、ここ8年ぶりぐらい。今走れてるんですか。走れてる。ギリギリ走れてますね。本当に下手じゃないもんね、だってね。いや、まあ、皆さんお上手なんで邪魔にならないようには。いやでも僕ね、初めてなんですけど、タイはいいですね。そうですね、まあ、日本人目線でも優しいですね。優しい、本当に。下手したら日本の若者の方が乱暴ですね。まあ、あんま問題発言やめとこう。社会的にまずいですね。もう日本人に、日本人に対してすごい優しい。なんかね、こんにちは。こんにちは。イケメンが来ました、イケメンが。何言ってるんですか。高橋さんには勝てないですよ。まあ、それはそうだけどね。まあ、高橋さんの次ぐらいですよ。そうだね。これ、あれですか、YouTube 的なやつも。そうだね、ネタに使う。あげちゃおう。でもどうせ僕が喋ったとこカットする。もちろんね。そうだね。ようこそいらっしゃいまして、ね、ありがとうございます。いやね、PITC ね、初めて来たけど、はい、これいいわ。楽しいですか。楽しい。ありがとうございます。あったかいしね。あったかいしね。いや、あったかいとかじゃなくて暑いよね。暑いね汗だくっすね。そうだよね。まあ冬場にこう、汗かくって、うん、閉じたっけ、急開きますからね、これね。そうだね。あ、僕はあれでした、ちなみに来る前2週間、うん、ちょっと暑いところでトレーニングしてきましたね。仕事後、体力ちょっと回復と、マスクしながら運動とかしましたんで。
まあでもそれはあるかもしれないけど、でも多分ね TITC 来るとこんな素敵なお兄さんたちがね毎年待ってますから。そうですね。そうですね。主催者側として来てるんですよね。そうです。立場的には、そう、立ち、あの主催者側としてお客さんを迎える。なるほど。っていう形なんで。まあもちろんね参加選手のユーザーサービスもありますね。タミヤのねトラッククラスもあります、ね。なんか分かったのが本当にあの初心者とかレースこれから始めるって人でもね全然来れる雰囲気。行けますね。ね行ける。ウェルカムね。うん、だから観光がてら家族を連れてぜひね。そうですね。いいですね。楽しいです。お父さんはサーキット。お父さんサーキット。奥さんとお子様はあのエステと観光。そうそう。スピリチュアル。スピリチュアル。あれですよ、インスタの写真ばっかり撮ってブッダにね、こ う, そ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 うお金置いていて余らしちゃダメですからね、あんなにあれ余ったからね、余りすぎだからあれ。そうです、すごい楽しいん で, そうです。お二人ありがとうございます。はい、やっぱあれだよね、あれトラックが流行りたいよね。トラック流行りたい。なぜならトラック大好きだから。トラック一番いい。でもね、これあれなんですよ、リポ積んで走るんで、あそうだよね、そうトルクチューン積んでるけど、まあまあバケモン地味って速さ、俺やったけどあれ、10.5 のリレーよりもしかしたら速いかもしれない。そうこれ もしかしたらめっちゃ速い。速いよね。これ思ったこれでグリップしてるじゃないですか、めちゃめちゃグリップするの。ハイサイドするの。ちょっとこう粘土とか入れるんですけど、リアのデフはやっぱ常にこうガランできるように軽くしとかないと。ああなるほど、ね、硬くするとタイヤが潰れて巻いちゃうんですよね。はいはいはい、だからその前にこうデフで。なるほどなるほどなるほど、のが運転しやすいんです。なるほど。ここではあここではね、ここでは、ね、あなるほどね、ここのセッティング、ハイグリップだから、ね、ハイグリップだから、ね、分かった分かった。なんかいっぱい今までセッティング聞いてきたけど今のが一番分かりやすかった。分かりやすいでしょ、分かりやすいでしょ。なぜならトラックを愛してるから。そうだね、そうだね、分かった、ありがとう。いやいや、ゴー。 Some of you world champions in this group know what to do。 なんか、トレビアの方、あんなんでも僕今4位ですから、ずっともう7回まとまったから、まとまっちゃったから。下がり4位なの今。時間のですよ、あれは。あれもまたいつもの良くないパターン。2回まとまっちゃうよ。で、しかもさっきのあれ、多分今回取れちゃうんだよね、またいいポイント。今何秒も4秒なの。ああ、いい。あれ盗撮中だろ。ああ全然撮ってないから、撮ってない、撮ってないよ。全然撮ってない。これが静止画だ。全然気にせずに走って喋るでいい。逆にそれ足りないから。そうだよね。あれだよね、なんかガガさんの動画っていつもいいよね。これね、夜いつも寝る前に見るんですよ。あまりにも高橋さん面白いから笑っちゃうんですよ、ね。そしたら嫁が何一人で笑ってんの気持ち悪いって。朝9時ぐらいに着いて今3時なんですけど、ようやく出走です。今ね、あの早い人たちがねみんな一生懸命頑張ってね予選をしてたんで、それを楽しく見てました。とりあえずね、まだ周回方向はとりあえず覚えたんで、ちょっと動かしてきますね。走らせないですよ、動かすだけです。私のトラックです。いよいよ出走なんで、ちょっと行きますよ。ミニ、なんか電圧チェックがあるのかな、ここですよね。ちょっと電圧チェックを、チェック、バッテリーだから一回外さないといけないですね。今お立ち台の上です。ほら、私のトラック。今から初めて走ります。トラックの今練習してきたんですけど、とどまることすらできない。ストレートも危ない。次対策したんで多分ね大丈夫。音はね、次走ってとりあえず遅くてもいいから動かせるようになってたら、もっと爆音をなんか考えます。あ、早い早い。思ったより食うね。うん、あ、思ったより食う。あ、なんかいける気がする。 I'm gonna need some Marshall to cover that round since we were not a full house in mini. Any volunteer? Any good heart volunteer to help us? あ、そうだね。その方がなんかこう絵面がいいでしょ。なんか優勝が見えました。練習走行3周で十分です。
今からでもあれですよね、あのフリーの練習ですね。 And go car 9 Plenty of room 6 Pasha number 4 and 3 if someone can cover those area and number 8 as well. Number 8 is easy, it's under the shade. Stop! 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 Pretty fast. あれ反応しない。一回電源切ってみようかな。熱だれじゃないよ。あ、動いた。何でしょう。ヒートカット、アンプのヒートカットか、モーター熱いですか。ね、僕のセンサーだと65度ぐらいですじゃあ大丈夫ですね。ああ、なんだろう、もう一回走ってみましょうか。なんで止まったんだろう、なんでしょうね、なんだろう。また止まったらでも多分熱だよね、はい、止まった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 、ダメだ。1minute 15 seconds. 切れれば優勝の速さはありましたよね。荒川さんとどっち速かったですか。わかんないです。タイム見てないんで。とりあえずマーシャルですよ、次に。あの、アンプをね、交換します。壊れてるか壊れてないかわかんないけど、1分で止まっちゃうんです。三浦さんが強引に言ってくれました。遊べないと。そうですね、うん、でもね、車めっちゃ絶好調。1周15秒ぐらいで走ったと思う。あれ、トップの人たちって1周何秒ぐらいなの。あの、あれですよ、そのモデファイの、モデファイの人たち、モデファイで15秒だ、ね、だから、うん、なるほど。それよりちょっとコンマ5秒ぐらい遅かったかもしれない。もっとで1秒ぐらいだよ。皆さん、もう終わったの。もう1個あるんだよ、一応コントロールがあるんだよ。あ、コントロール出なきゃいけない。もうすぐもうすぐ。あ、じゃあそれ見ないと。4時、あと30分もしないと。取れますね。そしたら行きましょう。終わったらもうみんな帰るの。帰る、もうすぐ帰る。もう帰るぞって言って、あれ、三浦さん終わった。高橋さんいるから、大丈夫、あいつ帰ったところで。前半、暇で死にそうだったので、超忙しい。